待ってますね。140最速スピードボールは146キロだったんですかね。今日はそれを上回る147キロ。1回は三者凡退、2回の攻撃は4番のピッチャーの鈴木から。ダルビッシュ投手のいい力強いスイングをしてますよね。しかも、速いストレートに振り負けない打線だと思います。寺田です。ストレートはどちらかというと厳しいところに投げてくる、球数もあまり多くないという形ですからね。カウントを取る緩いボールをしっかり打ちたいですね。抜くような、はい、指を大きく開いてですね、噛むような形で、シュート系抜いてるんですね。山本監督に伺ったら、右投げ左打ちのバッター、今日スターティングメンバー4人使っているんですが、いずれ、はい、を挟んでそこから抜く形だと思うんですよね。左ピッチャーの今おっしゃったスクリューボールと同じような投げ方だと思います。はい、他のボールを狙いたいですよね。